みなさん、こんにちは。小児科のリミです。今回はリミのランドセル紹介をします。ユニクユニクに。はい。だってさ、まださ、ゴミとか入ってる。いいよいいよ。これはね、本当抜き打ちなので、皆さん。何ものが出てきてもさっきびっくりしないようにしたらママが怒られた。そうだよ、ちゃんと自然体のさ、やっぱ普段のありのままのランドセルを見たいわけよね。ちょうどね、前回やったのが半年前、ちょうど6ヶ月前ぐらいなので、ちょうどいいかなと思ったので、夏休みを入る前にゆみちゃんのランドセルにしてもらいたいと思います。さすがに前回のようにさ、腐った雑巾とか出てこないよね。多分もう前回は腐った雑巾びっくりだったからね。はい、はい、じゃあ開けてみましょう。お願いします。はい、じゃあね、お願いします。じゃあまずここから。はい、じゃあここから前雑巾、そう、前腐った雑巾出てきたんだけど、今回大丈夫だよね。じゃあお願いします。ドキドキ。まず、予備用のタオル。私のズルダのタオル使ってみる。どうしてちゃんのタオルを勝手に予備用のタオルにしてます。もしかして探してた、うん、まあでもそれはじゃあ後で返そう。とりあえずね、しみちゃん、怒ってる。プーさんついてますね。プーさん、プニプニプーさん。プーさん、プニプニ？そうなの？ちょっとプニ。次。マスクの予備。予備。汚いに入れ方が。せっかくさ、ポチ袋に入れていいじゃんと思ったら、中身がぐちゃぐちゃなんだけど。なんでそんなぐちゃぐちゃなの？まあいいや。でもちゃんとね、ポチ袋に入れてるだけ偉い。次。予備用ティッシュ。ね、なんかそんなに入れてるけど。まだ入ってんの？何それ？予備用ビニール袋。あー、予備用のビニール袋。なんかね、雑巾ね、なんかね、急にね、1年生の頃ね、雑巾でいきなりね、ビニール袋で持ってくって言われて、あ、そうなんだ。だからね、一応持ってね、それこの中につけて、あったーって言って、それに。そうか、ほとんどの人なかった。だけど1枚しかない。じゃあちゃんと予備用のビニールも入れてんだ。そう、ここは以上。はい、じゃあしまいましょう。はい、普通だね。いい感じ、いい感じ。ちゃんと予備のハンカチ、ちり紙とマスクが入ってる。ここからやばいか。ここからやばいの。ここからやばいか。ほんと。ほんと。これやばい。ほんと。ほんとにね、ここからやばい。ほんとにやばいの？もうやばいって言っちゃった。多分やばいと思う。ほんと？じゃあ次行ってみようか。聞こえない。もじょもじょ。はい。あ、ちょっと直そう。なんでそこでまあいいか。もうそういうところからしてダメなんだよ。はい、じゃあ次。見えちゃう。え、見えてない。大丈夫でしょ。次。次、下のだ。うん。じゃん、筆箱。ね、これはいつも使ってる筆箱。じゃちょっと置いとこう。一学期の。うん。次。それなんだっけ？給食袋。そう。え、それなんかいつの？いつの？え、毎日変えてる？毎日変えるんでしょ、それ。変えてない。ちょっといいの？変えてない。そうなの？え、一週間同じ？うん。きたらじゃん。本当？え、これいいの？いいんだよ。いいんだ。髪の毛超えてるから別に。ああ、そういうこと？袋が1ヶ月ってことか。中身変えてる？あ、中身変えてるの。よかった、ママ安心した。中身が1ヶ月使ってるのかと思っちゃった。あ、まあその袋を1ヶ月ってことね。ポチ袋を 1日に1回変える。ああ、そういうことね。みんな変えてる。みんな変えてる。だけどリミだけ変えてる。うちの暮らしみんな変えてない。そうなの？多分だね。じゃあ大丈夫だと。お姉さまも大丈夫って言うんだから、まあいいでしょ。お姉さま。はい、じゃあ次。なんか入ってる。何？ちゃんと正直に出して。うわ、やばい。切った。
ポケット、まず1個ポケット。はい、あ、2個目のポケット。何個ポケットです、なに、やばい、なに、それ、これね、受講の紙粘土で使ったやつ、それがずっと入ってたの、入ってた、うわはい、ちょっと次、あ、テスト、ちょっとテストの点数悪いんじゃないの、それ、ママに見せてないやつじゃない、ランドセルに…うんとか言ってる、ランドセルにテストが…1、2、3、3問間違い、やばいよ、ランドセルにテスト入ってるってことはもうのび太くん形式だから、多分ね、点数が悪いのかな、悪いんだよね、だけど100点とか取ってるよ、ほんと、じゃあただ単に忘れちゃったのかな、裏も100点、ほんと、前も100点、すごいじゃん、はい、ほんとだ、すごい、あ、100点見える、100点、次こっちも、あ、こっちも100点、両面100点じゃん、どうして見せなかったの、いつも見せてない、いつも見せてないの、ダメじゃん、ちゃんと見せてください、すごいいっぱいあるじゃん、テスト、これね、1、2、3、4、5問間違い、ほんとだ、これダメじゃん、最後、うん、最後100点、最後100点、うん、あ、これも100点じゃん、100点でだけちょっと見せて、100点100点じゃないの、え、でもね、ほぼ100点だったよ、うん、ほんと、はい、じゃあテストがなんと1、2、3、4枚も出てきました、4枚もう終わり、この2段目、うん、終わり、ほんと、ちゃんと入ってないね、入ってない、うん、はい、じゃあ次からちょっとね、名前に気をつけてね、うん、はい、次、連絡帳、うん、連絡帳ね、これはいつもね、これが、あ、冬休み、あ、春休みじゃない、夏休みのしおり、裏だけど、そうだね、次、何のノートだ、裏だけど、うん、漢字の、はい、漢字のノート、ね、うん、シールね、うん、4枚、あと前のシールね、超貼ってあるよ、あ、ここのシール、なあ、やばいの見つけちゃった、こんな感じ、4枚シール、ん、やばいの見つけちゃった、何、次、うん、国語、あ、国語ね、教科書、次、漢字どり、あ、よく出てくる漢字どりで、ね、次、これね、次、楽々ノート、うん、かっこ、違う、かっこ、計算ノート、うん、計算ノート、計算ノートね、はい、楽々ノートね、すごい楽なんだよ、ちゃんとマスが書いてあるやつ、そうだよ、次、おー、ちゃんと勉強してんじゃん、はい、次、算数、算数だね、ノート、はい、次、音楽、お、音楽だ、すごい、なんかね、あのね、うん、お泊まり、うん、お泊まりのお部屋ね、あのね、に入れといてって言われたんだけど入んなくてさ、あ、そうなんだ、本当はじゃあ学校に置いとく教科書なんだけどってこと、やっぱりママなんか音楽の教科書みたいなの初めて、だけどね、入んなかったから、うん、持ってきたのね、はい、音楽、音楽、はい、次、子供日記、お、日記帳、これはね、うん、1年生の時中古してで、こっちが、うん、2年生ね、あ、ドラえもんと、まだ2つしかシールもらってないの、2年生は、うん、まだね、うん、ちょっとしかやってないんです、はい、次、次、国語のノート、あ、この前買ったノートだね、まだ1回も使ってない、うん、次、国語ノート、あ、これがまだ終わったらさっきの新しいノートなのね、次、うん、計算どり、あ、いつもよく出てくる計算、ね、バラバラなの、うん、最近で1年生の時、うん、あ、自由帳だね、名前なし、違う、裏にも、あ、そっか、そっちに名前書いてあるのね、すごい、なんか自由帳です、けん玉、うまい、すごい、あやとり見えるかな、で、こっち側が
何これ、ランドセルだって、ランドセルの絵が描いてあるすごーい、でもあんまり描かないね、リミね、リミちゃんね。これ誰これ誰この子誰これ何、羽が生えてんの、なんか悪魔と天使、あ、悪魔と天使か、なるほどね、黒い方が悪魔で、あーなるほど、変なの描いちゃったはい、次、うん、前の、あ、漢字のノートね、シールいっぱい、はーい、次、まだ入ってんの、下敷き、あ、下敷きね、これずっと使ってるね、1年、うん、1年生の時からずっと使ってるやつ、次、算数、おー、算数、算数なんだっけ、教科書、教科書すごいね、こんなにいっぱい持ってってんの、次、すごい量だね、算数ノート、まだ入ってる、まだあるの、やばいの、なになに、見ちゃった、ちょっと、なに、ちょっと見せてごらん、うわっ、なにこれ、ちょっと、じゃあリミ何点かさあ、見るよ、さあテスト100点、100点に裏が50点前に、こんなにさ、待って、こんなにさ、ランドセルのさ、そこにさ、詰まっててさ、よくこういうの入ったね、教科書とか、うん、だからいつも入んないって言ってんじゃないの、そこに、ランドセルのそこにテストとかさ、傘とかさ、変なのが詰まってるからさ、閉まんないんだよ本当に、はい、はい、1問間違い、1問間違いのテスト、1枚、あ、でもこっち100点だよ、うん、はい、次、これ月齢テストの、月齢テスト全問100点だったけどね、うん、またね、合ってる人も間違ってる人もやるんだよ、100点、すごい、すごいじゃん、なんかリミちゃんの100点のテストが多いね、最近頑張ってるね、超ぐちゃぐちゃ、うん、このでもランドセルの底に100点めっちゃぐちゃぐちゃってのはよく、よろしくないね、せっかく100点のテストが台無しに、ピーちょっと、これ何か使ったやつ、たぶん、汚いよ、あー、折りたたみ傘が、そんなとこに折りたたみ傘が、あとついてった、えぐいぐい押したからでしょう、折りたたみ、そんなとこに傘あったの知ってた、知らなかった、知らなかっただから学校に、学校に置いてあるって言ってなかった、置いてある置いてないでしょ、そこに入ってるってことは学校には置いてないでしょ、置いてあるよ、また1個、また違う傘、もうそれではバイバイ、それではバイバイ、それでは何回も言ってんの、バイバイ、それではグッバイ、片付けるの大変そうお手伝いさせていただきます、グミ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 ペア、サンジーなおやつがあん